こんにちは。犬や猫を飼っていると粗相をされたりとか、マーキングされたりとか、お漏らしされたりすることってありますよね。そんな時、ついた匂いを消し去りたい。でもなかなかいいのが見つからないんですよね。今日は自分で作ってみようと思います。用意するものは、スプレー容器。できればアルコールに強いものがいいんですが、まあ以前使っていた匂い消しスプレーの容器、それからまあ100円ショップで買ったやつなんかも、いろいろもう空いてるやつ用意しました。お金はなるべくかけたくないのでね。あと、無水エタノール。これなんだろう、私初めて買ったんですけれども、まあ薬局に行ってもちょっとその時切らしてたので、ネットで取り寄せたんですが、1000円程度でありましたね。それから水、もう水道水でいいと思います。精製水でもいいみたいですね。あとそれから重曹、はい、まあいろんなところにお掃除に使っているって方もいらっしゃるかと思いますが、重曹ですね。それから発火油、発火油、夏はスプレーにしてこう匂い消しスプレーに活用しているって方もいらっしゃるんですが、この猫用のスプレーにも活用できるようです。こぼしちゃいけないので、ちょっとお皿を敷きます。お皿を敷いて、 50ml ってこれで50でいいんでしょうかね。50、これぐらい。濃いものにしたければした方がいいんですが、アルコール度数が、エタノール度数が強くなってしまうということで、取り扱いにも、注意していかないといけないみたいですね。私は 50ml にします。これをボトルに入れます。もう昔使ってたボトルですね。おお。やっぱりこぼれた。錠合を使うといいですよ。錠合とか。錠合を使うです。そして、このボトルの中に発火オイルを入れます。5滴ぐらいかな。適当に入れました。発火オイル、薬局で売ってます、ドラッグストアとかで。ちょっと混ぜ混ぜします。揺らすぐらい混ぜ混ぜで、今度は水を 250ml 測ります。私は水道水ですよ。 250ml、 これぐらいですかね。重曹小さじ1杯、これはね100円ショップで買いましたよ。小さじ1杯、ちっちゃい大さじ1杯でいいんですね。本当に少なくていい。なんでこんなに少なくていいんでしょう。入れます。じゃじん、混ぜちゃおう。よくかき混ぜて溶かします。ではさっきのボトルにお水を入れます。重曹が溶けたお水を入れますよ。錠合を使った方がいいですよ。私はこういう尖ってるので大丈夫なんですけど、なみなみと入りましたね。なんか気持ちあったかい、いい匂いというか、なんというか。さあ、蓋をしてスプレーもちゃんと蓋をしまして、ギュッ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 、よーく振ったら、よーく混ぜてください。たら出来上がり。注意として、火や直射日光が当たる場所には置かないでください。気をつけて使ってくださいね。